ジオーバーランドは、オーストラリアのメルボルンからアデレードまでを結ぶ、長距離旅客列車である。1887年1月、南オーストラリア州とビクトリア州の鉄道が、サービス店で繋がったのに合わせ、メルボルン・アデレードを結ぶ、夜行列車、アデレードエクスプレスとして、運行を開始、オーストラリアの州都間を乗り換えなしで結ぶ初めての列車であった。 1926年に、現在のジオーバーランドに改名される。1982年には運行の効率化のため、アデレードからメルボルンへ向かう列車の一部を、中高列車化。1995年に、後期から、標準期に、改め期された。現在全列車が昼行列車として運行されている。以前は、 新台車を連結していたが2007年3月31日で廃止された。現在はすべて座席車で、レッドプレミアムとレッドの2種類に分かれる。共通サービスとして、無料オンボードマガジンがある。所要時間は約9から11時間、週に往復の運転である。運行ダイヤは以下の通り。なおメルボルンは、アトクプラス10、00、アデレードは、 あとくプラス09、30である。基本的に乗車ごとの打ち切り計算であるが、アデレードでインディアンパシフィックや座岸に乗り換える場合の運賃が別に設定されている。大人、子供、学生、バックパッカー運賃の設定がある。ありがとうございます。